ワン、ツー。 NCT プレゼンツ日向祭り。はい、今日も日向祭り始まりました。高典さん、ピロンさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今回も長岡市の NCT さんのスタジオで収録をしております。はい、日向のお二人は、うん、もうこここそホームだと思うんですけど、 お二人はどんな番組をやられてるんですか？そうですね、毎週火曜日ですよね、うん、火曜日の11時半からチョリップナビゲーションという生放送をこのスタジオでさせてもらってて、はい、もうだからなんかもう、あれ今日なんかチョリナビって思っちゃうぐらい、ね、安心するよね。安心感あるよね。ちなみにね、このバスケのアルビの応援番組の全力応援アルビ BB、これに NGT48 の3期生の南川遥ちゃんが遥ちゃん出演してくれて、ここに、ね、そうなんです、来てくれてるんですよね。はい、私自身はあの、うん、去年の日向祭りの収録、うん、1月放送分も同じところで収録させていただいたので、うん、約1年ぶりに、はい、ここのスタジオに来れてすごい嬉しいです。ワクワクしてます。そして今日は長岡での収録ということで、中越エリアの出身のメンバーを連れてまいりました。はい、村上市での公開収録以来の出演です。 NGT48 3期生の北村優葉ちゃんです。優葉ちゃん、はい、日向祭りをお聞きの皆さん、お久しぶりです。 NGT48 3期生の北村優葉です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。3回目の出演ですよ。すごいね、日向祭り。いいペースだね、ゆうちゃん。3回もありがとうございます。なんか素敵なお洋服を着てて、ね、かわいい。ありがとうございます、ね、NGT のメンバーでもかなりのハイペースで来てくれてますね。嬉しい。前回は公開放送、そうです、公開収録、村上ね、一緒に村上楽しみましたね。そうね、あ、そっか、日向の地元に行って、次は日向の地元に。お、そうです。わお、ちょっとゆはちゃん攻めてますね。そうみたいですね。そ, う、そうみたいだね。いや、だんだん攻めてください。さすが、頑張ります。さすがピロンさんのおしめ。そうですよ、そうや、ピロンさん。そうですよ、そうですよって、いいね。ずっと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 、あれ、ずっと。あゆ太郎は今あれですか？あゆ太郎は元気かな。あゆ太郎元気です。あ、元気、はい、あゆ太郎元気。あゆ太郎まだ帰ってきてくんないかな。あゆ太郎殿堂入りしてるわけで、ね、あ、そうだね、もう変わらず。でもあゆ太郎来てくれるってなったら、うん、いつも通り210円ですよね、ギャラはね。そこはもう本当に、はい、210円。でもあゆ太郎現金なやつだから来てくれるかな。来てくれるかな。楽しみに待ちましょう。はい、ということで、はいはい、今日は新潟県でいう下越、中越、ね、中越、中越のメンバーでお送りしますので、どうぞお楽しみに。ワン、ツー。 NCT プレゼンツ日向祭り。日向祭りをお送りしています。お相手は NGT48 の本間日向と北村優葉と日向貴則とピロンです。さて、この時間は週替わりでお届けする日向と日向のエンタメコーナーでございます。はい、今日はこちらの企画、日向祭り的青年の主張。さて、去年もこの時期この場所でお送りしました。このコーナー、1年に一度この時期にだけに開催されるレアなコーナーでございます。今回、はい、じゃあルールを改めて説明したいと思います。はい、私たちの前にそれぞれ2個ずつ、2枚ずつの封筒が、うんうん、はい、ありますね。置いてあります。はい、この封筒の中には私たちがこれから演説するお題が入っています、はい、このお題に従って高典さん、ピロンさん、ゆうはちゃん、そして私、本間ひなたが、なんと3分間のお題に沿った主張を行うということになっております。はい、なので、あの、発表する人は、うん、この2つの中からどちらか1つを選んで3分間主張していただくということで、もう要するに、まあ、前回もそうですけど、即興ってことですよね。そうです。まずはリーダー高典さんから。なるほど、お願いします。だからもね、わかりました。はい、じゃあまずは封筒を選んでください。じゃあ、長岡市の繁華街、都の町の魅力、僕を育てたあの店、あの味、あの人。なるほどなるほど、いいね。都の町の魅力を、僕を育てたあの店、あの味、あの人。都の町ですよ、タカちゃん。完全キングス都の町の話じゃない。そっちに行くか。待ってくださいよ。
わかりました。それでは参りましょう。日向祭り的青年の主張、高則さんです。どうぞ。1979年8月22日、高則生まれました。あれから43年経ってみて、当時長岡の話を僕も今会社をやりながらいろんな街で乾杯することが増えました。その時に出会った人、だいたい社長さんであったり僕のお父さん的な存在の人とよく乾杯することが増えたんです。そうするとよく口にするのが、昔の都の町はすごかったんだぞっていう話を聞いています。何がすごかったんですかって聞くと、肩をぶつかるぐらい人にあふれていた。僕もその長岡の都の町という町、人があふれるっていうのを正直まだ経験したことがなくて、先輩に話を聞くってこんなに面白いんだなって毎回毎回思わされています。特に都の町の都の町ストリートのメインのところで、昔はキャバレーがあったり、それこそいろんな劇場に囲まれている、エンターテインメントがたくさんある町だっていうのを聞いています。そんな中から BSL の日向祭り、この番組で都の町キングスが誕生したり、いろんなエンターテインメントが生まれるっていうのは時が経っても今だからできることだと思うし、古き良く時代、昔の先人がやってきたことが生きてるんじゃないかなっていう、そんな都の町で僕がいつも帰ってくる場所が、日本全国ツアーを回って帰ってくると都の町にやっぱ帰りたくなるんだよね。帰ってくると一番食べたくなる店が漢字4文字で中華三昧。もう僕の中で幸せ三昧のこの中華三昧の店主がなんで真冬になっても夏以外でも毎日色黒で、体力一本でいつも作ってくれるその都の町中華三昧のチャーハンが僕を元気にしてくれています。昔から何十年も守ってくれたその町で、いろんな人の味とそして思いと人の力が集まった都の町、そこから僕らも元気をもらって、そしてまた帰ってくる、いろんなところに出てもただいまと言える場所、それが僕にとっての都の町なんじゃないかなと思ってます。そして僕らは長岡に帰ってきました。今度はみんなを迎え入れる番だなと思っているので、いつかピロンと一緒に都の町キングスでギター2本持って練り歩くのもいいんじゃないかなと思ってます。いいよね。そうしたらみんながね、また会いに来てもらって僕らの音楽という味を届けていきたいなと思っています。日向はこれからも2人でみんなと進んでいきたいなと思います。大好きな町、都の町でみんなの笑顔をお待ちしています。 I love you 都の町。終了。バッチリ。すごい。最後画像焼きしたみたいな感じなんですか。チョリップナビゲーションだった。I love ちゃんと入れる。いや、ありがとうございます。いやでも愛にあふれる。でも分かりやすかったですね。うん、トップバッター。分かりやすかった。最高の主張でしたね。キャバレーがあったりとか。あ、そうそう、キャバレー、ね、よく言われたの、うちの親父が、ね、聖子さん言ってましたよ。キャバレー行きつけでね。いやいや、待て待て。あ、よく言ってたって聞いたけど、ね、3つもあったんだって昔は。へー、劇場が3つあって幸せ三昧。続いてはピロンさんです。順番決まってるんですね。はい、ちゃんと台本に書いてあります。はい、そうなりますよね。はい、じゃあリアルタイムよ。ぎっくり腰になって初めて分かったよ、健康の大切さ。おお、非常に今の私にぴったりのお題です。確かに、はい、今進行形だったからね。はい、それでは参りましょう。日向祭り的青年の主張、ピロンさんです。どうぞ。1980年8月の17日血液型は A 型でございます。確かに今年で42歳を迎えた日向のピロンです。まあ、本当にありがたいことに、ライブが毎週末ある日向でございますけれども、まあ、私は日向を始めて今23年、うちの相方と二人三脚でやってるんですけれども、まあ、大体イベントを決めることとか、機材を運ぶこととか運転することとか、結構大変なことはいつもうちのリーダーがやってくれてまして、まあ、僕はライブで全力で歌う
というね担当させてもらってるんですけれども、ついこの間なんですよね、あのリハーサルでピックっていうものをいつもギターに使うんですけど、こう三角の100円ぐらいのやつなんですけど、それをまあリハーサルの時に床に落ちたんですよね。で、あ、拾わなきゃだなと思って拾った瞬間に今までにないようなグイウイウイン音がもうグイウイングイウイン、ってこう右の耳から左の耳まで、え、何、え、あ、これがぎっくり腰かということで、このままこの状態になって、うちの相方がピロンどうした、リハーサルやるよ、タカちゃん動けない、そう初めて42歳でぎっくり腰になったんですけども、これがですね、今まで僕が10代20代30代ぎっくり腰になってる人の痛み分かんなかったわけですよ。でも実際自分がなってみると、腰ってめっちゃ大事やんって気づいて、これね何もできないんですよ。トイレに行くにも一人で行けないし、もちろん歩く時は誰かの手を借りなきゃいけない。まあ幸いちょっと僕重症ではなく半分ぐらいの痛みで終わったんですけれども、その後、まあ今もちょっと継続中で、うちの相方がいつもただでさえいつも機材を重いのやってくれてるのに、さらに今回やってくれるということですね。何が痛いかというと、健康第一、そして健康でいないと誰かに迷惑をかけてしまう、これ非常にね42年生きてきてやっと分かったことなんですね。なので皆さん、まだまだ若いかもしれません、10代20代30代、意外とぎっくり腰は年齢関係なく来るかもしれません。なので日々の筋トレ、そしてカルシウム、うん、カル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 シウム、そんな歌を歌いながら健康にしてほしいなと思います。そして僕は分かりました、これからも僕の相方日向のリーダー高則をたくさん愛していこうと思っております。そんなわけで、おかげで腰も元気に治ったんで、健康第一、ピドンダンバー終了締め方簡単だった、ほぼほぼけありがとうございます、ぎっくり腰になる下りが、はい、ちょっと半分ぐらい風効果音でだいぶ時間をうまく使わさせてもらいましたけども、これ効果音大事だね。確かに、なんか効果音を使われたことによって、なんか聞いたことない擬音語でしたけど、ちょっと想像できるでしょ、はい、でも武器じゃないですよ、グエンウエンウン、そのくらい衝撃的だったっていうことが伝わりました。ずっとこの状態止まっとるずっと下でね、あの拾い上げる、拾い上げる、拾い上げる形でね。そうなんです。なんでね、もうずっと本当に今もタカちゃんにやってもらって、はい、支え合いですね。だから今元気になったから、なんかこんな風にやってるとこ見てまたなるじゃないですか。心配だって。ゆはちゃん聞いてみてどうでしたか？いやー、なんか聞いてて、あ、ぎっくり腰大変そうだなってめっちゃ思いました。タカちゃんね、気をつけてね。気をつけます。グイングイン。にならないグイーンにならないように頑張ります。公演中になったらえらいことになるからね、これ多分まだ10代なので大丈夫です。大丈夫ですね。さあ、ということでお知らせを挟んでは、お待たせいたしました、ゆうはちゃんとひなたんの NGT48 チームが3分間の青年の主張に臨みます。頑張ります。さあ、どんな主張が繰り出すのやら、お楽しみに。ワン、ツー、NCT プレゼンツ日向祭り、日向祭りをお送りしています。お相手は NGT48 の本間日向と北村優派と日向貴則とビロンです。さあ、この時間は引き続き日向祭り的青年の主張をお送りしていこうと思います、はい、前半は僕たち日向の青年の主張をお送りしましたが、後半は NGT48 の2人からやってもらいましょう。頑張ります、はい、まずはゆうはちゃんからお願いします。はい、頑張ります。はい、どうですか、改めてやってみるってなると。いや、今日向の2人のを聞いたら私にはできないって大丈夫だよ、 大丈夫だよ、かなり不安そうですけど、うん、めちゃめちゃ腰大丈夫なんだから、ね、腰大丈夫だ、こちらはもうトノマスぎっくり腰しかいないんだから誰がトノマスぎっくり腰じゃあ早速お題を、はい、弾いてもらいましょう。はい、アイドルになるってどういうこと、
今までの暮らしと変わったことトップ3。おお、これは聞きたい。3つのね、確かに、ランキング形式いいね、いいね、いいね。春にねアイドルになったゆうはちゃんだからこそ、そうだよね、聞いてみたい主張ではありますね。トップ3、はい、あ、お、じゃあ早速日向祭り的青年の主張、北村ゆうはちゃんです、どうぞ。私がアイドルになって変わったこと、まず第3位から発表したいと思います。第3位は寝る時間とか起きる時間がガラッと変わったことです。お、今までは結構規則正しく生活をしていたんですけど、やっぱりアイドルになって早起きが増えたり、寝る時間が今度逆に遅くなったりとかで、もうベッドで寝てない日とかもたまにあったりしちゃうんですけど、それほど充実した日々を送っているのかなと、その生活習慣の変わりで実感しています。次には第2位、第2位は口数が増えたことです。これでも今まだすごい緊張していて、そのテレビやラジオの収録ではあまり会話に入っていくことができなかったりするんですけど、なんだろう、家での口数が圧倒的に増えたなと私は感じていて、アイドルになってこの話す機会が増えたので、そうアイドルになってアイドルになって話す機会が増えて、その周りの人にもなんか喋るようになったね、うるさくなったね、ちょっとって言われてあ、そうなのかなと思います。かわいい、でも家ではやっぱり一人でめっちゃ静かに黙って過ごしていたりする時もあるし、家族の前での口数はやっぱり増えたと思います。お、楽しい、ちょっと楽しい人間に進化したかなと。お、いいや、いいいいぞいいぞ、思っております。うんうん、変わったことトップ1じゃない第1位は第1位、アイドルから、あ違う、アイドルからじゃないですね、ファンからアイドルに、あ、なったことです。でもちょっと待ってください。アイドルになってやっぱりファンの時、私はもともとファンだったので、ファンの時とは違う、もうステージから見る景色がすごく素敵だなと思って、おファンのままでいてもいいなと思った時期もあったのですが、こうやってアイドルになれてとても幸せだなと思いました。アイドルになるってすごく幸せなことだと思ったし、もっともっとこれからファンの方に元気を届けていけるように元気に頑張りたいです。ありがとうございました。素晴らしい、ぴったりだったよ、推しめ、ね、さすが推しめだ、推しめ、素晴らしい、うちの子やるわ。これぞ青年の主張なんだ。いや、いいね、いい緊迫感もあって、そうだね、うん、なんかこう親心的な感じ、応援したくなるもん。え、本当になんか私たち3人すごい親の目線、うん、かわいい、うん、いいよ、いいぞ、いいね、いいね、おーみたいな、なんか今までのね、ないないない、なんか共感というか応援したい、フレッシュだよね、うん。でなんか2番目のさ、2位のね、その口数が増えたってすごくなんかいいよね。確かに学校とか、あと独り言もちょっと増えたかなって思います。じゃあじゃあじゃあ、はい、それではそれではお待たせいたしました。うわ、鳥は我らが日向に飾ってもらいたいと思います。お題を引いてもらっていいですか。はい、わかりました。じゃあこっちで、女優とアイドル何かが違う、何が一体どう違う、おということで、ちょっと大人気になりますね。へ、気になっちゃう、ね、確かに気になっちゃう。もう日向いけちゃいますか。はい、頑張ります。来た来た、それでは参りましょう。日向祭り的青年の主張、日向です、お願いします。皆さんこんにちは、本間日向です。今日は私
本間ひなたが2022年を経て、感じた女優とアイドルの違いについてお話ししたいなと思います。私は2015年に NGT48 としてアイドルになりました。そこからいろいろな活動を経て、将来的には女優さんになりたいなって今は思っています。なので去年、舞台2本そしてシングルの、ドラマ企画では、主演をやらせていただいたりと、今までになくかなり演技のお仕事に挑戦できた1年だったのではないかなと思っています。女優さんもアイドルも、ステージに立ってその人を見てくれる人に共感だったり応援したいという気持ち、そして何かを届けるという点では何も変わらないんじゃないかなと思います。でも一体何が違うのかなって考えた時に、それはアイドルはより身近な存在であることが違うんじゃないかなと思いました。私はアイドルとしてステージに立ってファンの人に元気を届けたり楽しい気持ちを届けることをしています。女優さんは自分とはまた違った別の人格にならないといけないので、なんかそこが違うんじゃないかなと思いました。アイドルというのは自分という存在でその魅力を伝えないといけないので、また違った難しさがあるなと感じました。どっちも好きなのですが、今は NGT48 のメンバーとしてアイドル活動をしているので、ステージに立っている時はキラキラと輝きながら、そして見てくれる人を元気に、そしてファンの人と一緒に私の掲げている目標をたくさん叶えていけたらいいなって思っています。そして、アイドルは、まあ、私のグループはなんですけど人数がたくさんいるので、演技のお仕事とは、ちょっと違って、仲間がいるっていうのも違う点だなと思います。たくさんの仲間と一緒に支え合いながら、そして時には励まし合い刺激し合いながら、どんどん高みを目指していけるところがすごく素敵だなと思います。今年はアイドルの自分も楽しみながら、そしてまたどんどんやっていきたい素敵な女優さんを目指して頑張っていきたいなと思います。そんな本間ひなたを今年もどうぞどうぞよろしくお願いします。頑張ります。ありがとうございました。わかりやすくまとめましたね。鳥だね。大丈夫だった。いやこの1年間のこのまたね、俺らが見たこの成長も感じられるというか、ね、そのまま小説になりそうな感じだった、ね、本当ですか。これでも聞いてくれてるそのミスナーのみんなもやっぱ嬉しいだろうね。ちゃんと知れるしね。アイドルとしてしてくれてるそのかけている思いっていうのをうちらもやっぱ感じてるし、うん、そういう思いでアイドルからその舞台にも挑戦してるんだとかが、うん、分かりやすかった。すごく、ありがとうございます。ゆはちゃんどうでした？いや、私のスピーチやばかったなってヤトさんがすごい、いろんな対応があるからね。全然なんか聞き惚れてしまいました。そうだね、いい声だよやっぱ本当。さあ、お送りしてきました、はい、日向祭り的青年の主張はいかがでしたでしょうか。なお次回のこのコーナーは来年1月に行われるということです。もう決まってるんだ、うん、その時までお楽しみに。ワン、ツー、NCT プレゼンツ日向祭り。日向祭りをお送りしております。お相手は日向貴則と日向のピロンと NGT48 の本間日向と北村優派です。さあ、あっという間にエンディングのお時間となりました。どうでしたか今日の放送は。いやいやいや、
でもやっぱね、ミハちゃん、ミハちゃんよかったね。なんかまた違う一面見れたような気がしましたね。確かに、なんかどんどん回数、出てくれる回数を重ねるごとにユハちゃんの魅力がこの番組でもなんかじわじわとにじみ出てきてすごく嬉しいです。どうでしたか今日は。すごく緊張していたんですけど、緊張したままでしたねずっといいな最後まで、はい、緊張たっぷりだった。緊張たっぷりで、いやでも楽しみだな、ね、これからもね、素晴らしいよ、ね、またちゃんとベッドで寝てね。あ、ベッドで寝ます、頑張って。ベッドで寝るの大事だから、はい、大事だよね、腰やっちゃうからじゃないそうですね、そうなんですよ、冷やしちゃダメだから、ジューンってなるから本当に左右飲んでね、気をつけますさあ、ということで、はい、皆さん、これをラジオだけではなく目でも見たい、そんなあなたにこの番組の模様が今夜11時からケーブルテレビ NCT のコミュニティチャンネルでもご覧いただけます。無料のアプリ NCT コネクトをスマホやタブレットにダウンロードすれば全国どこでも見ることができますよ。 NCT コネクトのコネクトビデオでは月曜正午から金曜正午までのアーカイブ配信もあります。そちらもぜひ見てください。というわけで、ひなた祭りお別れのお時間です。お相手は NCT48 の本間ひなたと北村優波と日向貴則とピロンでした。バイバイ。